これから7回ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。菊池マウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。こちらが先ほど初球ボール154キロがいきなり出ました。落ちるボール空振り、ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。8番バッター戸柱、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし、低いところへ決めてきました。149キロ、変化球が低めに外れます。切れてますね。はい、ツーボールツーストライク、引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のハウザーバッターボックスです。まあ好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。ファウルになります。バッターよく見ました。低めストレート、ストライク、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。できませんか。はい、高めストレート、際どいが、あっとフォアボールです。ツーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい、初球ボール、ここは長打を警戒して外野は下がってますね。そのようです。ここはバッターの狙いがわからないなら、アウトロール、インサイド打った、セカンド正面掴んだ、